はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは、レオジンと申します。さあ今回もやっていきましょう。今回やっていくマップはディア・アイゼンドラヘ、通称鉄流ですね。謎解きたくさんあります。専用武器もあります。仕掛けも多いです。ゾンビも強いです。乱入も多いです。まあ全ての集合体が集まっていると言っても過言ではないぐらい難易度の高いマップでございます。非常にやりごたえのあり、覚えることもたくさんあります。まあ一個ずつ確実に押さえていきましょうね。まあ一気に覚えたら頭パンクしてパーなるんで、まあ一個ずつやっていきたいんですけども、まあとりあえず最初はこのトラムというものを使っていきたいんで、まあ先ほど拾ったヒューズ、あ、すいません、こっちですね、ヒューズがあるんで、まずこちらを使ってランダムアイテムを取り次第、始めていこうかなと思います。たまになんですけども、ダブルポイントだったりとかマックスアモーが出たりとかもするんで、まあ、最悪ニュークとかインスタントキルとか出てくるんで、まあそのアイテム次第でマックスアモか、まあ、特に意味はないんで、じゃあ早速ちょっとあのゾンビを1体になるまで、とりあえず最初からカットで、はい、ということで、ラスト1体になりましたが、初期マップでやることなんですけども、ここの、見えるランニングパッドかっていうものを最初に起動しておきましょうね。これは後で必ず使いますので、とりあえず起動しておきましょう。これは必ずしておいてください。で、右からいきましょう。鉄竜というだけではあって、まあ姿が全部白になってますね。まあ白と竜ですからね。いやーもうたまんないね、マジで。まあ非常に難しいんですけども、一個一個確実に押さえていきましょうね。ということで、まあとりあえず1ラウンドは終了したんで、次この扉開けに行きましょう。まあじゃあ次のラウンドでゾンビ1体になるまでとりあえず、カットでいきます。はい、ということで、とりあえず、ゾンビの数が落ち着いたんで、次に進んでいこうと思います。最高、なんですけども、まあもうすごい入り組んでて通路が狭いんですね。まあ、ここでやることはですね、ここにあったまた先部屋にあったランニングパッド、ね、こちらを起動しておきましょう。必ず後で使います。ということで、まあ、とりあえず、まあ、竜がありますね。かっこいいですね。この中に入っていきたいんですけども、まあちょっとこちらの扉、まあ扉なんですけど、これ扉なんですけど、まあちょっと1250と、高いんで今のポイントじゃ足りないので、じゃあまたあのとりあえずゾンビを倒して、まあ次ラウンドに持ち越して、次ラウンドに行こうと思ったけどポイントが足りたんで次の扉に開けていきたいと思います。まあ、とにかく覚えることたくさんありますけども、まあ最初は一番最初は焦らずジャガノとあのパッカーパンチのやり方を覚えといて、そこからあのゆっくりと覚えていったらいいんじゃないかなと思います。次の扉1500なんで、ポイントは完全足りませんので、また次ラウンドもどっちみち挟まなきゃいけないという、いやびっくりした今の、まあ、どっちみちラウンド挟まなきゃいけないということで、次のラウンドに行きたいと思います。カット。はい、ということで、1730溜まったんで次の扉開けに行きましょう。まあ、マップ広いよねここね。ザ・ジャイアントとか一体何やったろうな。いや新作になればなるほどね、マップが広いんですよ本当に。まあゆえに、まあ全て覚え切った時のこの楽しさとかもね、もう他のマップにはないけどね。さあ1500開けましょう。はい、まあこんな感じでなんかすごい、ところに来ましたが、目の前にあるのが電源ですね。ここの場所を覚えておきましょう。オン。電源つけたことによって今まで扉が開いてたところ、閉まってたところが全部開くようになりまして、すべてのところに、まあ、電源が復旧しました。でパッカーパンチなんですけども、パッカーパンチのかけらっていうのがあります。これをまず押しておきましょう。まあ、どっかにワープします。まあ、要するにあれですね、これを、3箇所、あるのでそれを集めて、でパッカーパンチ完成っていう感じですぐできます。まあ3つのこの、ね、パッカパンチできる場所ランダムで3つあるんで、まあ、その場所さえ覚えればパッカパンチはいつでもできるんじゃないかなと思います。ここにランディングパッドがあるんで、これも起動させておきましょう。ラスト1体じゃないのかな、まだ。あとまあ中央入っていって、まあここの城の内部に入っていくんですけども、まあいろいろありますね。本当にいろいろありますね。でこう地下の方に行きたいんですけども、地下に着いたところで、ピラミッドが着きます。すごいよねここね、景色綺麗だよねマジで。で、ここにもう1個、PAP のかけらがあります、ね、地下にも1個あります、綺麗になりましたね。はい、そして、ジャガーノグなんですけどもここにあります。改造するパッカパンチの近くにありますね。ここ、まっすぐ行くと初期部屋につながってます。一周しましたねこれで。
まあ、なんで、まあ、ジャガノとかは改造は比較的早いんですね、ここ。まあ、なんで、まあ、覚えちまえば結構楽しくなるんじゃないかと思います。ここワープホールで、上に飛ぶことができます。覚えておきましょう。まあ、とまあ感じで、あとはパッカーパンチの、もう一個の箇所まで行くんですけども、ちょっと向こうの方にあってコストがかかるんですね。まあ、コスト、まあ、左下の380ってやつなんですけども、まあ、ポイントですね。ポイントがかかるので、まあ、ちょっとポイント貯めつつ、まあ、最後のパッカーパンチのできる場所まで、ワープしたいと思います。ワープじゃねえ、カットします。カット。はい、ということで、ポイントも貯まってきたんで、最後のパッカーパンチのパーツを集めに行きましょうね。ジャガの電源ジャガのまでの位置結構近かったですね、なんだかんだ言って。まあそんなに難しくもないですね、そこだけだったらね、うん。さあ、じゃあテレポートしていきましょう。真ん中にテレポーテーションのする場所があるんで、そちらの方に乗っていただいて真ん中行きましょう。そしたらなんかスペシャルトドルみたいなことできたな。おいおい、ベッドな、これやっぱりな、これシャトルだな。ここに最後の、パーツを集めることによってここでパッカーパンチが完了になりますね。なんか一定時間によってこれ移動するらしいんでね、ちょっと移動する条件は知らないですけど、でここの近くにいるとですね、あのロケットが噴射する言うてここ即死になっちゃうんですね、ビャーっつって。だからそれをなる前にランニングパッドを使って逃げなきゃいけないわけですよね、これね。バーンで、先ほど設置したランニングパッド発動してないとこれ飛べないんで、だから最初の方に起動しといて おいてくださいねという説明ですよね。まあ、とまあこんな感じで、ジャガーノグと、改造の、手段は、工程は終わりになりますね。いやまあでもまあこれは基本知識なんでね、まあ、初めてやる人向けの動画として、まあ、必ず覚えてないといけない知識なので、まあ、これは覚えて状態で、まあ、謎解きとかをやってくれたら、嬉しいかなと思います。まあ、何かのお役に立ったらなと思います。それでは、ご視聴お疲れ様でした。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。